今回はクリアメガネケース、このまあそんな感じの名前で売られている商品をホビーの展示ケースとして使えないかと思ってちょっと紹介してみたいと思います。メガネケースなので引き出し式になっているクリアケースですね。だいたい無印良品だと2000円近い値段で売ってると思うんですけれど、シーンっていう中央系の通販サイトですかね、こちらで1000円ちょっとで売ってて、だいたい2000円ぐらいで送料無料で送られてきました。1週間ぐらいだったかな、ぐらいで送られてきましたね。特に傷とかもないですし、これをいろんなの入れてみてどんな感じで入るかちょっと試してみたいと思います。ちょうど手持ちであった S124 って加藤の短めのレール入れてみたいと思います。大体サイズ的にはこの感覚なんで、もうちょい大きい方がいいんですが、残り手元の、186か、S186 だと完全に入んないんで、14センチぐらいのレールだといいのかなって感じですけど、これどうやって止めるかって考えたんですが、100均で売ってた、ポスターとか画鋲を使わずに貼って剥がせるっていう粘着力の非常に弱い両面テープを切って4枚ぐらい重ねるとこんな感じになるんですが、これで、やっぱレールの裏にも貼り付けて止めてみようかと思っています。これ浮動車にもなっちゃった、16系、難しいですよね。昔はこういうのを走ってたんだけど、まあでも結構粘着力あってこんな感じで止まってます。横にしても大丈夫。あ、ずっこけたか。斜めにしてもとりあえず大丈夫なんで、もう一つモーター車の基板が取れちゃってカラカラいってるんですね。これをこのちょうど踏切の踏み板みたいのがあったのレールに合わせていくと乗っけて、あ、これすごい振っちゃった。もうモーター車なんで出っ張りが大きかったんで床面につけてます。火を入れたらこんな感じ、ここにしてもなんとか大丈夫です。中段の上と違う、これよいしょ、入れた感じはこんな感じ。出し入れはこういきますし、これ意外とコスパいいんじゃないですかね。レールがちょうどないんで、レールなしでやってみたらどうなるか。僕は下に貼ってみるっていう形でやってみました。ちょっとレールないと寂しい感じはしますけどね。止めてみましょうか。あ、逆にすれば逆に入るか。どうでしょう。コミックスのファーストカーコレクションだっけ、ミュージアムだっけ。これ入れてみようと思ったんだけど、158だとレールがギリギリ入らない。レール、詰め切る覚悟のある人はいいけど。あれ？そんな。小町で、こんな感じ。はやぶさで、あ、はやぶさもギリギリ入る。ちょうどぴったりって感じ。これもちゃんと固定したいね。あとね、入れるとこんな感じ。入れてみようか。よいしょ。どうでしょう。
あ、なんか取り手もかなりバラバラな車両だけど、なんか並んでるといいんじゃない？よいしょ。あ、これやっぱちゃんとテープで留めるといいね。留めたいね。うん。よいしょ。うん、ギリギリ小町でも E5 系でも E6 でも E5 でもいける感じだね。なんかちょうどいいんじゃないかなと思って、43分の1のトミカのプレミアムかなんかのやつだとちょうど入るね。ドアもこのぐらいで、このぐらいのサイズか。34の GTR、 これも動いちゃうからさっきのテープ止めていいと思うんだけど、こんな感じでぴったり入ってちょうどいいさ。2台はいけないね。ミューラ、ミューラ、車高の広そうなミューラ。これサイズも、これだったらリアのテールゲート開けてもいけそうだね。横機能締め切った。こんな感じに並べるっていう、どうでしょう。なんか最近こういう中古車屋さんあるよね。本当のビルにスーパーカー並んでるような。ギアで他になんか入れられそうなジャンルをちょっと探してみたいと思います。ちょっとパッと出てきたのが、一丸式、これミニカーでね、トミカ。あとこれ一六式、送輪車、送輪走行車とか。これだったら2両いけるんじゃないですかね、2両ね。うん。若干ちょっとフォームを曲げてもいいし、上向きにしてもいけるし、斜めにしてもいい。ちょっと、あ、クーラーがあるから、あっちはいいんだ。戦車はやっぱり動かない。タイヤはよく動く。走破性の高さがかなりありますね。よいしょ。そしてこれ並べて、お、どうでしょう。なんかいいんじゃないですか、これ。2両ずつっていうのも OK じゃないですかね、うん、トミカのブルーインパルス T4、 これ入るかな。あ、やっぱあれがあるとダメなんだね。飛行機はちょっと難しいですね。飛行機ファンの方はちょっとごめんなさいですね。やっぱ長細いものに適してるんだよね。マスコリ持ってきてみました。マスコリなら結構いけないよ。何しろ144分の1だから。どうでしょう、3台いっても全然いい感じだよね。ピン張ってる、うん、こんな感じいいでしょう。上からバスコレ、トリエバス、トーブ、一回り、一六か。三人乗ると、ミューラと、ママになる。いつもバラバラのジャンルで飾れて。なんか、悪くないんじゃないですかね、これ。1000円で飾れて、ホコリとかも、まあ、厳密に言うと、手引っ掛けとかあるんで、穴開いてますけど。
あまりつきにくいと思います。鉄道模型だとこんな感じで不動車になっちゃったりとか使わないでしまったぐらいだったらこういう使い方もいいんじゃないでしょうかね。ちょっと面白い一品を見つけたんで今回紹介してみました。